今回は PL フィルターの使い方、そして PL フィルターの注意点ですね。この件について解説をしてまいります。PL フィルターはですね、以前ご紹介しましたマンフロット、ズームというシステムで、このようにワンタッチでつけるようにできるようにしております。さあ、それではですね、実際に PL フィルターで撮った画像を見ていただきたいと思います。まずはですね、どのような効果があるかということで見ていただきます。近い距離から撮影をしているんですけど、広角レンズでですね、このように今 PL フィルター回してます。ちょっとこちらに指が見えると思うんですが、左側の方にですね、このように回してもですね、さほど効果がありません。それはなぜかというと逆光気味だからなんですね。続いてはですね、カメラ位置をずっと左の方に回っていきます。となりますと、今度は逆光ではなくてほぼ順光に近づいていきます。順光線に近づいてくるとですね、このように今回してますが、回すことによって濃さが、空の濃さですね、だいぶ変わってくるのがご覧になるってお分かりになると思います。その前にですね、 PL フィルターの時によくあるのはですね、ケラレが出るということがあります。まあ、当然ですね、 PL フィルター少し厚みがありますので、その厚みがある分だけですね、どうしても使い方によってはケラレが出てしまう場合があります。で、これまず一つ理由として考えられるのはですね、保護フィルターがついてますが、その保護フィルターの上に PL をつけてしまうと、どんなに薄型の PL フィルターであってもですね、かなり広角レンズにしてしまうと映ってしまうと、ケラレが出てしまうということなんですね。今これ映っているのが駐車場なんですが、何をこれから説明するかというとですね、この駐車場のところでですね、このコンクリのところありますね、こういうグレーのところで、まあ無彩色のところであれば何でもいいんですが、そういったところでですね、まずテストをしてみてください。 PL フィルターをつけて、まずですね、近接にピントを合わせます。そして一番近いところにピントを合わせてですね、マニュアルフォーカスで一番近いところにピントを合わせて、絞りを思い切り絞ってみましょう。まあ、この場合で言いますと絞り16ということですね。で、焦点距離が10mm、 10mm ということは 35mm でいうと 20mm の画角ということなんですが、これでですね、絞りは16まで絞って最小で一番近い距離でピントを合わせてますので、蹴られればですね、四隅に蹴られが出てくるということになるわけですね。で、この写真はですね、蹴られが出てませんね。で、今度はまあ、これで蹴られが出なければ ほぼ出ないんですが、今度こちらですね、こちらの方はですね、今度は14mm の焦点距離で、 25mm の焦点距離、まあ 35mm でいう 50mm ですね、いずれも蹴られてはいません。ただこれですね、今ズームのマグネットシステムを使っているので、タッパーが少し出てしまっています。ですので本来はですね、実はちょっと蹴られてるんですね。で、これを今撮影時で元画像で言うと、これは蹴られてませんよね。まあ 50mm ですからね、蹴られてません。じゃあこちらですね、こちら 14mm の焦点距離だと、元画像で言うとこう、まあここは影ですから蹴られではないんですが、この四隅ですね、蹴られは均等に出ますので四隅ですね、まあこれも大丈夫と。で、今度ですね、今度 10mm はですね、まあ、元画像でいうとこのように蹴られが出るわけですね。蹴られの場合は四隅に出ます。このようにですね、こういうのが蹴られということですね。で、これは誤差図なのでフルサイズで撮影せずにですね、3対2の比率で撮ってるので、結論言うと蹴られてはいるんですけれども、この撮影の画角内では蹴られてないということなんですね。ですので、これはまあ厳密に言えば蹴られているということですが、この3対2の比率で撮影をしている以上では蹴られは出てこないということになります。ですので、これも焦点距離ですよね、何ミリのレンズを使うかによって、このような蹴られが出たり、まあ、もしくは出なかったりということになりますので、まずこのチェックを最初にしておいた方がいいと思います。まあ、暗い被写体だと分かりにくいので、このように無彩色、色のないような、まあ、グレーの、まあ、アスファルトの上あたりが分かりやすいでしょう。まあ、もちろん白い紙の上でも結構ですけどね、このようにチェックをしておいていただいた方がいいと思います。さあ、それではですね、もう少し違ったケーススタディで見ていただきたいと思います。今度はですね、順光線で水面の情景ですね、水の映り込みですね。
これで今 PL フィルターをつけました。 PL フィルターをつけて回転させてくると見え方変わってくるのがお分かりになると思います。さあ今度はですね、位置を変えてみましょう。左側に振っていきます。左側に振ってくると太陽が逆光にちょっと近づいてくる状態ですね。この状態でまた PL フィルターをこのように回してくると水の映り込みの見え方、映り込みがなくなってくるのが見えますよね。今これたくさん出てますけど、どん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 回してくるとですね、映り込みがほぼなくなってくるということですね。じゃあ今度は反対側ですね。反対側に回ってみて、今度も回してみます。このように明るくなったり暗くなったりするように見えると思うんですけど、露出もですね、当然反射率が変わってくるので変わってきます。ですので同じ露出のままではですね、露出が変わってしまう場合がありますので、露出補正には十分気をつけていただく必要がありますね。今度はですね、水の映り込み、この場合水の透過度を高めるというかですね、雲が映ってて光ってるのを抑えるというような役割をすることがPL フィルターでできます。ただし今回見ていただいたように必ず 100% というわけではないですね。まああくまでビデオの効果とですね、実際の写真の効果はちょっと違ってきますので、こちらは写真で見ていただきたいと思いますが、こちらの場合にはですね、 PL フィルターをあまり強くかけていないということですね。そして、PL フィルターをかなり強くかけてですね、水面の反射を取り除くということですね。それはこちらの画像ということになりますね。写真で見るとだいぶ効果が違いますよね。この感じとこの感じ、かなり効果が変わってきます。でもう一つですね、サイドも上がっているのがお分かりになると思うんですね。緑のサイドがかなり高くなって、黄色の花も若干飽和しているということになりますね。全く違いますよね。右の写真はかなりサイドを入れているように見えているんですけど、実はこれサイドを入れているんではないんですね。PL フィルターによってサイドが上がってくるということなんですね。でこちらは PL フィルターを使っていないのでサイドは上がってこないということになります。で露出の違いですね、違いを見てもらうと、100分の1、同じ絞り 5.0 で露出補正も同じにしてるんですけど、100分の1秒か250分の1秒、この露出もだいぶ違いますね。 1.3 段階ぐらいですかね。でそのぐらい、露出も違ってくるということになりますね。かなり印象が違いますよね、これね。で、この場合にですね、緑がちょっと鮮やかになりすぎてしまうなと、 PL を使うとですね、なったらば少し PL フィルターの方の写真の自然なサイドを少し落としてくるとノーマルな感じの色味に近づいて見えますよね。こういうふうにですね、反射してる場所として残ってる場所もありますよね。そうかと思えばこういう反射してるところはない場合、強く反射している部分がほぼほぼなくなってしまうということもあります。ですので PL フィルターというのはですね、全部の反射を取り除くわけではないんですね。ある一定の角度のものの反射は取り除きますが、それ以外のところは逆に言うと反射が取り除けないということもあります。ですので、PL フィルターを使う場合はどこの反射を取りたいのか、そのあたりによってですね、この PL フィルターのかけどころも違ってくるということになります。このあたりもよく覚えておくといいと思いますね。続いて青空のひまわり、これはかなり効果が分かりやすいですね。ぐっと青くなってきます。今回の場合には完全なる順光線ということですね。上から光が来てますので順光線、若干ですね、 PL フィルターを使わない場合と使った場合の違いなんですが、こちらが使っていない場合なんですね。そしてこちらが使った場合なんですが、使った場合の方がですね、少しアンバー寄りになってますよね。これはフィルターの特性もあるんでしょうが、効果は高いんですが、一つだけ気をつけていただきたいのは、偏光ムラというのができやすいので気をつけてください。で実はこちらが PL フィルターを使った方でですね、 PL フィルターを使っていない方がこちらなんですね。 PL フィルターを使っているよりもですね、 PL フィルターを使っていない方がムラが少ない、空のムラが出てないんですね。ちょっとムラっぽい感じがあるんですね。こういうような差が出てくるので、順光線で使うときにですね、ある程度こういう晴天であればですね、むしろ PL フィルターは使わないでおいても、十分効果が出るかなということも言えます。ただ先ほどのような水面とかですね、空の部分の微妙なところですね、この完全な順光ではないところ、そういったときには PL フィルターの効果が十分発揮
できる時もありますので、必ずしも全て PL フィルターが鮮やかになるというふうに考えるのではなくて、イメージによっては非常に効果的ですし、作品の角度とかですね、光の角度とか、そのイメージによっては PL フィルターは効果的なこともたくさんありますし、また場合によってはですね、今回のひまわりのようにですね、むしろ PL フィルターを使わなくても十分こう綺麗なクリアな色が出るという場合もありますので、余裕があればですね、両方写真を撮っておいた方がいいかなということも言えますね。以上、参考にしていただければと思います。